こんにちは、ハルアンです。緊急成城石井購入品紹介。どうして成城石井の購入品紹介を緊急でやらなきゃいけないかっていうと、今ね、帰ってきたところなんで、きっとお買い物に行って、成城石井でいろいろ買ってきたから、ゆっくりこれから撮るかと思ってたら、なんとなんと偏見のおじさんが来ちゃうということで、もう来てもいい時間なんで、来る前にズドラーンと撮りたいなと思ってなんか焦ってます。はい、まず一つ目はじゃん、味付きうずらの卵。これね、ごめんなさい、空いてるの。帰り道にお腹がすきまくってすきまくってすきまくって、食べてしまったこの一粒がこういう風にパックになってて、真空パック状態になって、これなんとね、確か900円ぐらいしたら1000円近くするんです、一袋で。はい、次はじゃーん、ゆず胡椒せんべい。すごい美味しそうじゃないですか。なんか柚子胡椒っていうのにすごく惹かれちゃうから、もう本当にすぐ買っちゃったんだけど、食べましょう後で。これは何だと思いますか。瓶なんですけど、すだちオリーブドレッシング。このさ、ちょっと美味しそうじゃないですか。なんてか書いてある感じがとてもおしゃれ。そしてね、なんかすだちとオリーブって聞いたことないと思って、まあオリーブオイルかなとは思ったんだけど、野菜サラダをはじめカルパッチョは冷ややっこ、たたきにもおすすめ、また炒めダレとしてもお使いください。冷ややっこだって。生ハム、プルシュートクルードスライス。私こういうのよくわからないんですけど、まあ生ハムみたいなもんでしょなんか成城石井、私あんまり行ったことなかったんですよ。結構初めてじっくり見たんですよ。で、これ大人気って書いてあったんで買ってみました。そうなの。じゃーんじゃーん、これちょうど 100g 1000円ぐらい。おお、石鹸みたいなんだけど1000円もします。この高級バターを使ってある動画を撮りたいなと思って買ってきました。興奮してる麦ちゃんも、ということで交互期待そして最後はじゃーん、成城石井の牛乳です。これはなんで買おうかと思ったかっていうと、知り合いの方に成城石井の牛乳って飲んだことあるって言われて、ないですって言ったら、マジでうまいからって言われたのでね、その方ね、すっごく可愛らしい方で、すっごくお上品なので、ものすごくこう、なんて言うんだろう、マジでうまいっていうキャラじゃないと思ってたんだけど、その方が言うマジでうまいもすごい可愛いんだけどねそう、マジでうまいんだって。これかどうかわからないから、後で確認の LINE を送ってみるけど、いきますせー。この柚子胡椒せんべい、爽やかな柚子の香り、ピリッと唐辛子の辛み、じゃらーん、絶対美味しいよこれいただきます。かほっ、あー美味しいですこれ。ゆずーってくるんですね。なんていうのかな、お醤油のしょっぱさもあるけど、結構柚子胡椒か、柚子胡椒の辛みピリッと目立ちますね。美味しい。柚子胡椒って時々食べると美味しいじゃないですか。本当に美味しいやつ。じゃん、うずらの卵。まあ2個目なんだけどオープンって、あ、ちょちょちょ、オープンって書いてあるから、ピリーって剥がすのね。お目見えになるうずらさん、いただきます。うん、あっという間に食べちゃいそう。これちょっと高いけど買ってみる価値ありかと。おいしい。こんなもんかな。牛乳した匂いはしないです。水っぽいというか、水っぽい、なんていうのかな、サラサラしてます。なんかこうくどくない、本当に爽やかな牛乳が。成城石井ちょっとまあ
初めてね、ずっとじろーっと見ていろいろ探してみたけど、すっごい楽しかったのでまた行こうと思います。よければ皆さんね、おすすめなどありましたら教えてください。今日も動画見てくれてありがとうございます。この動画で少しでも美味しそう、成城美味しい行ってみたいと思ってくれた方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。朝になりましたサラダ作るよ。レタスと紫キャベツと冷蔵庫にあったディル。リンゴも切っておきました。リンゴものせよう。どうやってのせようかな。こうやってのせようかな。たまには綺麗にねよし、こういう感じで周りにのせていこうかな。ポンポンポン。最後に贅沢にカマンベールチーズをのせたいと思いますよ。この真ん中にね、いきますよ。とりゃあ、あ、なんかね、これね、電子レンジであったかく緩めておきました。なので大胆にのせて、よいしょ、とろーっとしてるんですよ。よいしょ、ちょっと割って、おいしそう。すだちオリーブドレッシング。いい香りがする。爽やかな柑橘のいい香りがします。かけた瞬間に美味しそう。いただきます。あっさりなんだけど、なんていうのかな、ちょっとこっくり、うん、美味しい。すごく美味しいかもこれ。ごちそうさまでした。